ご紹介をいただきました、えー、山崎でございます、えー、浅野総一郎の資料展示館希望号館というところの館長をしておるわけでございます、えー、いろんな先生方が、えー、お話をされておりますけれども私は浅野総一郎とゆかりの人間でございます 総一郎の DNA も入っておる人間でございますので、えー、その辺をご理解いただきながら時間の許す中でお話をさせていただきたいと思いますまず朝野総一郎を語る前に、えー、今日は、えー、鉄道と築港、えー、ということでございますのでそれに絞った形で お話をさせていただきますのでよろしくお願いいたしますそれではもう私の方から申し上げることは朝、えー、野の故郷から始まりまして、えー、台湾の皆さんの方高尾の皆さんの方が朝野をよくご存知だということが今の説明の中でよくわかりまして私も大変恥ずかしいなと思いながらこの席に立たせていただいております、えー、富山県氷見市というところに 日本の国富山県氷見市というところに浅野総一郎は生まれましたそれで浅野総一郎はこの氷見市から24歳の時に300両の借金を残して夜逃げをしていった男でございますそういう歴史上大変不可解な行動をする男であって失敗者だったということが今も伝わっておるわけでございます その失敗をした男を助けたのが、私の4代先のじさんだったと、それで私がいろいろとお世話をしているということが、この浅野総一郎で、今日皆様方にご招待をさせていただいて、この席に立たせていただくことになったわけでございますので、本当に感謝いたしております。ありがとうございます。それでは、氷見市ということですので、ここで氷見市の方から、氷見市長さんの代理ということで、 信証、えー、をいただいて、えー、先ほど、えー、副館長さんにお渡しいたしましたので、えー、日見市の市長代理をご紹介いたします森田博之でございますよろしくどうぞお願いいたしますそれでは浅野のふるをご紹介いたします え浅野のふるさとはえ富山県にありまして3,000メートル級の立山連峰がえ海越えに見えるという世界で3つしかない地形の1つに入っておるところに浅野宗一郎は毎日この風景を見ながらご用書の頃育っていたということでございましてえ台湾の方からもこの向かいの3,000メートル級の 立山の雪の大谷というところに毎年何万もの方がお見えになっていただいておりますし高尾の皆さんも多分こちらの方へは来ていただいているんじゃないかなというふうに思いますのでこれからもお付き合いのほどよろしくお願いいたしますそれでは浅野総一郎の故郷、えー、さと、えー、浅野総一郎は京浜工業地帯まあ今日のテーマであります東京湾を 変、えー、えた男ということでお話しさせていただいておりますけど、9点10期という言葉二24歳までにいろいろな借金をし、事業に失敗をしながらも、えー、最後は浅野財閥というか三井三、三菱に匹敵する財閥を作ったという男になっていったわけでございます。左のの方では先ほどご紹介いただいたただように浅野の写真が 出ておりまますすののでこれは台湾の方もよくご存じだと思いますそれで右側は、えー、生誕地夜逃げをしていった男ですので生誕地には10年前までは浅野総一郎の足跡は全くございませんでしたそれで、えー、かわいそうだということと子や孫がいらっしゃるのにふるさとがないということはだめだろうということでこの像を、えー、こちらにおめえの東亜建設さんの皆様方のご尽力によって えー、浅野の生誕地に建ててさせいいいただいただととうことでで現在今年170 0年でございます浅野の生誕1年が今年ということでちょうどその時期に、えー、台湾高尾の皆様からご招待をいただいたんでもうこれも何かのご縁だと思ってもう180年200年と続けていきたいと思いますのでよろしくご指導をお願いいたします。 そういう中で浅野は育ちましたけれども、えー、事業に失敗をしながら東京へ出ましていろんな商売をしながら、えー、渋沢栄一さんそれから安田善次郎さんの、えー、恩恵をいただきまして、えー、事業がうまくす進むようになりました中にセメントというものに出くわいたしましたといいますのを浅野は自分の家が火事で 木造だったので焼,かれ焼けましたので焼けないものを作るためにはということでセメントにに着目をしたというふうふ伝わっておりますそういうことで、えー、浅野というのはふるさとから出て、えー、東京横浜で渋沢栄一安田善次郎という地位、えー、を得まして、えー、自分で爆心をしていったのが先ほどご紹介ありました、えー、台湾に 高尾にもという流れになってくるわけでございます、えー、それでは、えー、次に台湾との流れを少しご紹介申し上げます、えー、台湾と朝野の流れは、えー、1908年に、えー、日本との関係ができるですけれどもその前に先ほどのお話ですと朝野は台湾に何らかの形で時、えー、の皆さんとともに 後藤新平という方のあの力添えによってあの台湾に出入りをしていたんじゃないかということと日本は砂糖が取れないということだったんで砂糖を取引したいということで朝野は台湾に乗り込んだということを聞いておりますそれでは朝野の人間関係をご紹介申し上げます朝野総一郎は1848年から1930年 ですから1848年ということで今年は170年ということに生誕170年ということになりますそれで皆さんは先ほど出ていましたように後藤新平さんが台湾のお世話をさせていただいたという中に浅野総一郎での親しい中そして後藤新平の親しい中ということで。 左下の山形陽介さんがこの台湾に深く関わり高尾に深く関わり桐生にも深く関わっていたそこへ浅野がお目をつけまして浅野が東京湾を埋め立てるということで広井勇という東京大学の教授にいろいろとお,、ね、お願いをした中に八田雄一さんという方がここで皆さんの中では台湾では出てきます。 この八田一さんそれからその下に関畑さんという方が出てくるわけでございますけどこの関さんと八田さんは東京大学の卒業生の同期でございますそれでは関は浅野総一郎の命を受けて東京湾を変えた男京浜工業地帯を作るために働きましたそれで八田さんは土木の力を頂い,いて台湾の土木関係にあの転居してくるという中で えー、浅野が最終的には八田さんにお願いしたのは、高を埋め立てて、そして企業を誘致する、えー、働く方を、えー、求めるために住宅を作る中で、電気が不足をしたということで、八田余一さんにでん電気をということで、水力発電をつけ、ため池をつけたというのが、現在の、えーえー、か鍵市ですか、鍵市の方にある。 ダムだといいう,うに私は聞いておりますですから台湾の皆さんがこの流れをよく理解をしていただければ浅野総一郎が八田さんとのつながりっていうのがあるんだなということを理解していただくことの一つの流れになるし高尾の発展のための礎を浅野総一郎さんが作ったんだということをご理解いただけるんではないかなと思います。それででは台湾での公安の 整備についてという前に浅野さん、浅野総一郎と台湾の関わりについて少しご案内を申し上げます。1908年に日本の国内で、景品工業地帯を埋め立てるための書類を提出したと同時に、右手の方に台湾と日本語で書いてございますけれども、高尾港の第1工事の申請をしたということが、ここでわかると思います。 えそれで1912年に高尾の埋め立て、それから1913年に東京のえ京浜工業地帯の埋め立てと発展していくわけでございます。次お願いいたします、えー、そういう流れの中で、1927年にえ京浜工業地帯の方ができますし、高尾の方は1929年に完成していくと、その中で1930年に浅野が。 えー、なくなるし台湾ではウサン島ダムが完成をしていくというような形の流れが出てきておりますので、えー、少し日本語で申し訳ございませんけれども、えー、見ていただければというふうに思いますそれでは次お願いいたしますそれで台湾の整備についてでございますけど高尾,高尾で、えー これから申し上げます公安工業株式会社というドックの図と高尾では新港と佐栄それから高尾港と東港というようなところを浅野が手がけたというふうなことになって桐生は抜けておりますけどそれが浅野が台湾で関わってセメント工場をこの高尾に持ってくる一つの 原動力になったのではないかなというふうなことを思っております、えー、次お願いします、えー、その中で浅野総一郎は、えー、自分の仕事を残す台湾でもやりたいということの中でまずは東京それから、えー、横浜をしっかり自分の港にしたいということで、えー、東京湾の埋め立てというものを浅野が着工するそれと同時に、えー 高尾の埋め立ても同時進行にしていって、えー、自分のセメントの販売元も広げていったということが、えー、分かるわけでございます、えー、その中で、えー、先ほど申し上げましたけども1913年に埋め立てを開始して東京湾のこれは横浜のと川崎の先端の部分でございますこれが、あのー、最初はこうだったのが、えー 昭和初期には右側の図のようにこれだけの100 150万坪じゃ1500万坪の埋め立てを浅野は自分の慈悲でやったということで国の力それから官の力を得ないで自分のお金でやってそれで1917年の頃は全く砂浜であったところが1917年砂浜であったところが 次お願いします1973年の頃にはこのような埋め立てを現在の横浜川崎の方でやらせていただいているそして2003年にはこのような形で東京湾を変えて現在ここが日本有数の景品工業地帯として現在日本の 企業の発展のために、えー、浅野総一郎の土地が利用されているということでございます。それで、えー、現在、えー、次お願いします、現在、えー、このような形の工業地帯ができましたものですから、現在、えー、京浜工業地帯は夜景それから、えー、クルーズということで、えー 観光産業とししして売り出しましたですから私も聞いておるには、高、え、尾、ー、を思う同じような形がこれからできるんではないかなと期待を申し上げるので、関係する方々、ぜひこのようにですね、川崎と横浜のような、えー、埋め立て地に工場がある、その工場の明かりを夜は観光として利用していただきたいというふうなことを思いますので、 それのためにぜひ横浜とか、えー、日本の五大夜景の地でありますところ浅野が埋め立てたところをですね、えー、見学していただいてご利用いただければなというふうに思っておりますそれでは、えー、日本での浅野の、えー、埋め立てたところ事業を報告いたします赤いところそれからグリーンのところと丸のところとあります 浅野は以上北海道から日本の国の北海道から九州まで、えー、この下に台湾高尾があるわけですけど日本の国ということでございますのでこれだけの地を自力でほとんど埋め立てをしております。そういうことで、えー、先ほども出ましたように室蘭それから尼崎それから横浜それから九州の方で 小倉というのを朝野は埋め立てをいたしました、えー、その中でえ皆さんいかがでしょうか自分の名字自分の名前をその埋め立てたところに住所として付けるというふてぶてしい男でもあったというのはこの朝野総一郎でございます皆さんもぜひこのような形で自分の土地を自分の埋め立てたところを 自分の名前でもって一生涯永久に町命として残るようなご活躍を皆さんにもご期待申し上げたいというふうに思いますそのようなことで、えー、3か所ありましてそれと鉄道の方でも浅野は頑張りました鉄道事業では関東方面というか東京に近いところに浅野は工場景品工業地帯 東京湾を変えたということでえお持ちだったそこへまあ通勤通学の方々の電車とそれと石灰石を運ぶためのえ電車それからセメントの材料を運ぶためそれから石炭を運ぶための電車を使ったところがありましてそれにもふてぶてしく自分の名前を使った駅を作っておるわけですね。それが次の ところで、えー、次のところでお願いをいたします鶴見線というのが、えー、横浜の、えー、鶴見と、えー、浅野が埋めた京浜工業地帯のところに付いているちょうど真ん中ぐらいに浅野という自分の駅を駅名をつけております現在もちゃんと、えー、利用されておりましてそれにこの 埋め立て地にお世話になった白石それから安田善治の安全それから大川というような人の名前協力していただいた方の名前を使った駅名を自分で作って満足をしていたと。ただ戦後これが 日本国有鉄道になってもまだこれが残っておるということの不思議なことが私自身も大変気になっておるんですけどそれだけ力があったのかなというふうなことを思いますのでぜひこの高尾の方でもこれからライトレールが施行される中で。 浅野駅があるのかわかりませんけど何かそういうものを残していただければありがたいなというのが私の希望でございますのでよろしくお願いをいたします。えー、それではあのここであの浅野が埋め立てに関わった形の会社をご紹介申し上げます。えー、年に 東京湾を変えるということで京浜工業地帯の埋め立てを始めた時に鶴見埋め立て組合というのから始まりまして、えー、ご覧のように1973年東亜建設工業に至るまでその中で、えー、1932年の請負い部門の港湾工業というのが台湾で、えー、高尾で埋め立てに、えー 協力させていただいたんじゃないかなというふうに、日本での記録がありますけど、あの台湾の方の高尾の記録をもう少しあの調べさせていただきたいと思います。今日はそういう意味で、えー、東亜建設工業の、えー、秋山社長さんにもあの来ていただきましたので、いろんな方でこれからまた埋め立てに関してご協力をいただければ幸いでございます。秋山さんどうぞ ありがとうございました、えー、その中であの今ほどもう一度戻ってください時間的にどうかなんかな、えー、時間が押しておりますので右の図は浅野総一郎の会社のおこ自分の埋め立て会社のシンボルマークを3つ書いてございます一番下がですね、えー、浅野総一郎が鶴というのが、えー キーワーワドでございますそれは鶴見というところを埋め立てたが始まったということで鶴鶴に三羽がいるわけですねその三羽の,の鶴が、えー、くちばしを整えてこれからも頑張っていくよということで浅野総一郎それに安田善次郎それに渋沢栄一さんの3人が浅野を支えたということで三羽の鶴ということで、えー、東亜建設工業の、えー シンボルマークというか社のマークになっておるということをここでご紹介させていただきますありがとうございましたそれでは最後に朝野総一郎が自分の名前を残すと同時に人間の目的はというところで死んだ後まで社会を意識することを 志しにするものであるということを自分の信念として高尾にも参りましたし日本の先ほどご紹介いただいさせていただきました埋め立て地にもこのような精神で朝野は埋め立てそれから鉄道を引いてきたんだということをご理解いただければと思いますぜひ今日ご来場の皆様方も自分で事業を起こしてそして 社会のために100年、200年その、それが残るような活動をしていただきたいことをお願いを申し上げまして、早口で申し訳ございませんでしたけど、時間の許す限りでご紹介をさせていただきました。ありがとうございました。